はい、おはようございます。金蔵です。今日はですね、6月の5日水曜日です。はい、今日はですね、岐阜県の藁川にやってきましたということで、ここはですね、銀座っちゃ銀座ですね。銀座の場所のこうあっちですね、あれ診療所を見ると思うんですけども、はい、の上流にあります宝島橋はい、行きました。銀座ですね、本当に一番人気あるポイントで、一番保留路もあって人も一番多いと、で、プレッシャーも高いだろうというところです。はい、今日はね、ここででもやっぱね、さすが大人気の藁川ですね。人いっぱいですわ。今時間は8時30分なんですけども、どんな感じですかね。ちょっと川見てみましょうか。はい、これがね、上流側ですね。人をやっぱ等間隔にまあまあいますね。はい、で下流側は、はい、下流側もまあまあ人いますね。はい、間空いてるとこあるんでね、ちょっとお声掛けしてね、入れさせていただいて遊んでみようと思います。はい、ということでね、今日も一日天気もいいんでね、楽しみたいと思います。難しいと思いますけど、目標は20匹ぐらい頑張って釣るようにやってみたいと思います。頑張ります。はい、ということでね、もう9時20分なんですけども、始めてみたいと思います。さっきのあの橋からね、上流に100メーター、200メーターぐらいかなのところです。で、本当はもうちょっと上からね、やってみたかったんですけどもね、人がいるんでね、ちょっとできないなということで、この辺からちょっと遊んでみようと思います。この辺のちょっととろ場で一遍様子見ですね。やっぱね、水冷たいね。分かっちゃいたけど冷たいですわ。もう冷たすぎてって感じですね。はい、で今日の仕掛けは前回と同じですね。レレヨンの複合でやってみたいと思います。徹底的に今日は泳がせなんじゃないかなとは思いますけどね。こういうところはあれやね、その仕掛けとか目印とかも見やすいし、静かやで、撮影向きっちゃ撮影向きなんですけどね。釣れる釣れんはまた話は別で、基本的に僕こういうところで釣る技術持ってないんで難しいですね。ただね、今日はね、ちょっとね、古参の鮎を釣りたいっていうのと、練習ですね、難しい川でちょっと練習してっていうのもあったんで、本当はね、郡上行くんですけどね、なんかでも郡上も今年はなんかいまいちスロースタートみたいな感じで、どこもパッとせんみたいですね。釣り返しも効かんみたいですし、毎年ね、その年色っちゅうかありますから、しょうがないですね。かかったね。あっちの、あそこの岩の向こうでかかったね。よいしょ。はい、一匹目です。やりました。ちょっとの場合に変わったんでね、これはあんまりこうテンションかけんようにね、かといってあんま抜きすぎもちょっとどうかと思うんで、こんな感じで泳がしていってですね、今おるあの辺でかかりそうな感じはしたんですけどもね、この手前にはおらんかったみたいですね。だいぶ向こうでしたね。もうちょっと上登っていってくれたらかかると思うんですけど、たらればいっとったらあかんわね。おお、かかった。ああ、今の高いところは良かったよね。だいたい今思ったところでかかったけどな。泳がせはね、基本おとり任せっていうか、おとり次第のところはあるんですけども、ある程度テンションですね、
テンションで、かけて小鳥の鼻先をちょっと刺激してあるぐらいのレベルが一番いいんですけど、やればある程度はこう泳いでてくれるんで、泳がんなって時はもう待つだけじゃなくてね、ちょっと刺激与えてやるっていうのも大事だと思います。でね、なんかのタイミングでねシューッと泳ぎ出すタイミングがあるんですよね。おー、かかった、暴れた、いやーいやーかかったのにな。はい、1時間ぐらいね今上でやっていたんですけどもね、ダメでしたね、全然釣れません。1匹結局最初の1匹釣れただけで、あと4回バレてかかってないですね。で今ね、橋の下の堰堤の下、まあ、いわゆる銀座の一等地来ました。それのね対岸のヘッジの方ですね、ちょっと空いとる隙間のとこやらせてもらおうと思います。はい、さすがにねもう1匹しか釣れてないんでね、厳しいですね。やっぱね魚のね溜まってるような深みに入った人は釣れてるみたいな感じはしますね。はい、まあよいしょ、難しいですけど、まあね向こうはねやっぱあの先行者の対岸の人のポイントだと僕は思うんで、まあ、こっちの土平地ですね、まあ、届かん位置はやらせてもらってもいいかなと思ってやってます。意外とねこういう平地に魚残ってたりするんでね、そうでもないみたいですねそうでもないみたい。まあ昼か夕方ぐらいにちょっと人が少なくなってからね、ちょっと空いたとこ空いたとこをやって拾っていくしかないかなと思いますけど、まあそれでね拾えりゃいいけどね、どうもわらがは難しくてね。そういうことこれじゃ G 杯かけませんわ。おお、消極的、見出せんわ。こういうとこ行ったら一発ないわ。よいしょ、こういうとこ行ったら一発ないわ。やっぱね周り見てるとね先行者の人ねかかってますね、ポツポツと。やっぱかかっとる場所は深みですね、ちょっとした深みで、ま、待つというか してるとかかってるような感じですね。あ、最悪、うわ最悪や。昼になったので、12時ちょい過ぎたんでもうやめました、やめましたというかとりあえず一遍午前中は終わりですね。はい、でまあ午前中というかあそこ入ってね、ちょっとやらしてもらったんですけども、やっぱ全然ダメでしたね、難しいですね。深みでポロポロかかっとるとこはかかっとるんですけども、微妙って感じです。とりあえず午前中4匹やったかな、5匹やったかなまあその程度です。はい、ただねちょっと水温ちょっと上がってきたんで、ちょっと今から飯食ってね、昼からまたちょっと挽回できるように頑張りたいと思います。もしかしたらこれやっぱ昼からねちょっとね、追い方ってかかるようになるかもしれません。はい、まあ、また昼から頑張ります。はい、そういうことでね、まあ、4時半なんでやめます。まあ、4時半にやめたんですけどもね。はい、ね結局ね昼から頑張ったんですけどね、あんまり釣れんかったっすね。はい、
まあ、やっぱね、釣れとるとこはここのこっからずっと曲がってって、診療所の前のちょうど銀座ですね。やっぱここの辺しか釣れてないような感じでしたね。はい、で一応ね、一番下まで行って見てみたんですけども、あんまりで、やっぱね人がね、やっぱり、ね、結局いい場所を全部押さえちゃってるんで、やるとこないんですよね。でまあ戻ってきた時、ちょうどあそこのね、トイレの前ですね、あの診療所の横のほんとトイレの真ん前が空いてたんで、そこちょっと試しにやったらね、ポロポロポロっとかかりました。ただね、人通り行っちゃうとね、なんか群れがどっか行ってまったんかどうかわからんすけど、ピタッと止まっちゃうような感じですね。はい、まあ難しかったですね。まあ、僕では腰痛なっていうことだけなんですけど、はい、ということで釣果見てますか。はい、でね、釣果の方を見てもらいましょうか。釣れてないです。つぬけしたか新幹程度ですね、やっぱ。はい、こんだけでした。まあ深みで使ったサイズもこのぐらいのサイズばっかり、肩は揃ってますね。はい、まあ、大きいのこれ養殖なんでね。はい、疲れだっす。やっぱね、こう釣れんとね、やっぱ疲れるっすね。いやー、ほんと釣れんと疲れますよ。まあ何にしてもやっぱわら川特別解禁から始まってね、普通の解禁とで、まあリリース大会もあったかな。でやっぱもう釣りやすい魚はもう全部釣られちゃったみたいな感じですね。はい、やっぱこれからはちょっと本当に釣るには技術と、場所の選定が一番大事なんじゃないかなと思う。もうバッチバチの泳がせをやる人やったらやっぱ釣れると思うんですけどもね。まあ僕みたいにね、引くしか脳がないような人間はやっぱ腰痛なんです。はい。まあまあ、また機会あったらね、遊びに来ようと思います。はい、ということで以上、金蔵でした。それではまた。